ハインリヒ九世は、バイエルン公、ベルフ1世とフランドルハクボードアン4世の娘、ユーディトの次男。ベルフ2世の弟、クロコウとも称される。ザック先公、マグヌスの公女、ブルフヒルトと結婚していたが、1106年に、マグヌスに、後継ぎの男子がないまま没し、婿としてその医療の大半を相続した。1120年、兄のベルフ2世もこのないまま没した。 タメバイエルン行為を継承した。1125年、ローマ皇帝ハインリヒ5世の没後に、ローマ王選挙が開かれた。候補者の一人である、シュバーベン大公フリードリヒ2世は、ハインリヒ5世の老いで、ハインリヒ9世の婿でもあったが、ハインリヒ9世はもう一人の候補者、ザックセン公、ロタールの一人娘ゲルトルートと、長男、ハインリヒの結婚の約束の見返りに、 ハインリヒの学府となったロタールを支持し、ロタールはローマ王に選ばれた。翌1126年に対位、ハインリヒに行為を譲って、バインガルテン修道院に入り、間もなく病没した。ザクセンコー、マグノスの娘ブルフヒルトとの間に、以下の子女がいる。ハインリヒ十世バイエルンコー、ザクセンコー、ユーリトシュバーベン大公フリードリヒ二世と結婚。 神聖ローマ皇帝フリードリヒ一世の母。コンラート史島会修道士、ゾフィー・ツェリンゲン大公ベルトルト三世と結婚、シュタイアーマルク編教博レオポルト一世と再婚、マティルデ、フォーブルク編教博ディーポルト四世と結婚、ズルツバフ母クケプハルト三世と再婚、ベルフロクセイ・スポレート公、トスカーナ編教博の代で断絶した。 ブルフヒルド・ブレゲンツ・ハクルドルフと結婚、ありがとうございます。